材料です。まず最初に卵を茹でます。卵を茹でている間にトマトを半分に切って中身をくり抜きます。ゆで卵ができたら殻を剥いてトマトの上にのせます。海苔で目を作って卵に貼り付けます。豆を半分に切って切り口にマヨネーズを少し塗ったら卵の上に貼り付けます。眉毛とひげはマヨネーズで描きます。アボカドと豆をみじん切りにします。そこにマヨネーズとクレイジーソルトを加えてよく混ぜたらアボカドディップの出来上がりです。綺麗なトマトも一緒に盛り付けます。完成です。